まあ、さっきのなんかね、まあ、アンチコメント詮索コーナーで、なんか、ユラ会長って人がまだ見てくれてんだよ、俺の動画。でね、軍勢率いて、まためちゃくちゃコメントしてくれてるわけよ。コメント返していきます。まあ、上からコメント返していくんで、新しい順なんです。被害妄想ではないな。あんたの被害妄想だ。だってさ、勝手に相反対し、まあ、この被害妄想っていうのは何か。その前にね、やっぱ前の動画ね、俺ね、見返してみたんですよ。何言ってるか、全く分からなかったんで、ちょっと今日はね、分かりやすく、まあ、被害妄想ではないなって言ってるんですけど、被害妄想です。はい、僕は消してません。はい、僕は消してませんけどね、明日結構ね、僕の好きなバンドのライブがある前日でね、嫌なことして、で、その次の日に、うわー、最高っていう落差をつけるためにね。で、何？仲良くなった風にしてんの？すべてがブーメランで草。じゃあ何がブーメランか教えてください。ひなと夏、怖いから逃げてんのか？今逃げてないんですけど、僕。そのね、もうコメント返さないですっていうのは、逃げてるっていうかね、逃げてる風に捉えられますよ。でもね、こういうやつらってね、何言ったってもう無駄だって分かったんですよ。その、っていうとね、あいつらもうなんか、すぐ、いや、逃げてんのかって言うかもしれないけど、あなたたちは事実ですよねって消したのって言うじゃないですか。じゃあ、どんなコメント書いたんだって、お前書けよ、この動画。この動画に書けよ。なあ、お前が何の1週間前、まあ、今から、多分2週間前か？わかんないけど、どういうコメントを書いたんだよ。それに見覚えがあったなら、俺消したかなって思うし、消したお前の、ね、根拠なり、その、理由を教えてほしい。なんで俺が消したってわかんの？それだけ。怖いから逃げてんのかって。いや、君が雑魚だけどって。この人すごい痛いよね。自分のコメントに自分で返信してんの。いや、来たけど、来てないと思ったって。ねえ。アンチコメントには返せないとか言って逃げるんですか？せっかくいいコメント書いてるのに、ガキ入れかよ。話盛るね。俺全然持ってないんだけど、話。どこら辺を持ったの？話を持ったっていうか、例えね、俺が言ったの。話を持ったんじゃなくて、まあね、コーヒーの例えは、あれは全然お門違いの例えだと思うけど、すぐにコメントで対応できないのか。嫌なんだよ、もう。俺やっぱ喋りでそうやってね、やりたいわけ。俺には口があるし、君と違ってね、僕は実写動画を上げられるんですよ。だから動画で返したいし、コメントで返すとね、疲れる。コメントは俺ね、猫かぶるんで。で、動画ではもう、ってね、やりたいんで。てか、君が逆ギレしてきたんでって。してないですよ。あなたが最初からキレてきたんじゃないか。逆ギレってことはしてきてる。だから、ね、じゃあ、文字で、まあ、肩ぶつかったっていう例は違うな。何にしようかな。まあ、全然お門違いの例えが下手だからな。最初から吹っ切れてきてるからな、こいつは。そうじゃない？なんかコメントしてきて。で、なんかこの人すごい怪しいのがさ、なぜかさ、同じ時間帯にさ、前と同じアカウントがあるんですけど、で、その、隠す努力しないの、あなたは。天空 TV、あ、日向夏。全部前と同じアカウントが、あなた来てるんですけど、どういうことですか？そんな、一つのアカウントでコメントすればいいじゃん。ねえ、その、4人とかで自分を大きく見せようとしてんの？それも面白いですね。いや、これからもね、再生回数がすごい美味しいわ。嫌になっちゃうわ。何、仲良くなった風にしてんの？仲良くなった風だって。 いや、だって仲良くしたいもん、俺は。ぶっちゃけ、なんかね、
三浦会長な。まあもう、あ、でもね、やっぱね、その、構いたいんで俺だって。構ってくれてるから、やっぱそれに応えなきゃいけないと思うんだよ。コメントしてくれてるからね、ここまでやっぱ、その、粘着質なアンチっていないから。まあ、嬉しい限りでございますけど。まあね、まあ逃げてないよって。で、君さ、生放送、じゃあその日向夏さん、天空 TV、ああ、出せないでしょ。アカウント切り替えてやんだけどね。強いてできるならパソコンと、もし、それができるならスマホと2台でしかできないでしょ。それがなんか、自分をなんか大きく見せようとするのも、面白いなーって言って、じゃあ証拠はって。おかしいじゃん。同じコメントが1時間前にダダダダって来るかって。もうちょっと工夫しろよって思うね。まあね。コメント消したのは事実ですよね。いや、僕はコメント消してません。はい、もう言います。しっかりと俺が言ってこなかったんでね、今まで。俺がなんか逃げてるふうに見て、俺は消してないです。じゃあ消したと思う理由を答えてください。今日の動画で。うん。はあ、もうね、嫌だ。で、意外にね、君チェックしてくれてるっていうのは、優しいね。うん。実は僕の気を引こうとしてるんじゃないかなっていうことでね、これからもね、アンチとね、アンチとして一緒に仲良くしていきましょう。仲良くという名の論破、やっぱね、論破足りねえわ。いや、君が